こんにちはっすー。はい、小橋です。今日はですね、僕が駒澤大学に入れた理由と入れた経緯についてお話ししたいというふうに思います。で、まぁ、結構5年前ぐらいの話なんで、まぁ、中高生の人がまぁ大学進学に向けてですね、参考になればいいかなというふうに思ってこの動画を上げました。まぁ、最後までぜひね、聞いててください。お願いします。で、まず僕の高校時代の、成績なんですけど、高2の3月の時点で、5000メートルが14分46秒と、実績はですね、ありませんでした。なんでかと言いますと、2年の時は、インターハイも2大会で落ちてるのと、宮小路もずっと怪我してて出れなかったので、まあ、本当にですね、何も実績がないという状態でした。強いて言うなら、高2の2月に、西脇高駅伝っていう、まあ、そこそこ大きい駅伝の大会で、4区で、区間賞を取ったっていうのは、ありました。で、本当にそれだけでしたね。なので、僕の同級生とかって、まあ、法政大学とか、神奈川大学とかに、行ったんですけど、まあ、その時点で結構スカウトその選手とかされてたんですけど、僕は、関東の大学からスカウトされ、してくれる大学っていうのは一つもなかったです。で、唯一、まあ、これ結構インスタライブとかでも前言ったんですけど、関西のですね、結構強い大学、某 R 大学から勧誘を受けてまして、そこの大学の監督は結構熱心に僕のことを誘ってくれてました。はい。でもまあ、僕がちょっと、やっぱり関東でやりたいということで、お断りさせていただきました。まあ、関東から一つの大学からスカウト来てないと言ったんで、まあ当然ですけど、駒澤大学から、まあこんなモブキャラに対してスカウトが来ることはね、ありませんでした。はい。なので、僕がどうしたかと言いますと、高校の監督にですね、駒澤大学にどうしても行きたいですっていう風に言いました。で、その時に言われたのが、駒澤大学はめちゃくちゃ強豪校だから、今の小林のレベルだったら絶対についていけないって言われたんですよね。で、まあ今考えたら、まあその通りなので、はいって思うんですけど、その当時はですね、やっぱり僕頑固なところがちょっとありまして、どうしてもやっぱり駒澤大学でやりたいから、まあ練習ついていけないとかそんな考えてなかったですよね。なので、やりたいというふうに言ってお願いをしました。で、そしたらやっぱり高校の監督が、一回ちょっとダメ元だけど、お願いしてみるっていうふうな感じで言ってくれまして、そこでちょっと幸いだったのが、僕の一つ上の先輩で、高砂大地さんっていう人がいたんですよ。その先輩がですね、駒澤大学に、勧誘されてまして、その僕の高校の先生が、その、藤田さんの連絡先はですね、知ってたんですよね。だから、ちょっと、藤田さんにお願いだけはしてみるけど、まあ無理かもしれないから、そこは覚悟しといてねっていうふうに言われました。後日、連絡してくれたみたいで、その、撮ってくれるみたいな感じで返信くれまして、ほんとなんか言ってみるもんだなと思って、僕は駒澤大学の文学部心理学科を卒業してるんですけど、これは結構マニアックな話なんですけど、駒澤大学って文系学部しかない大学なんですよ。スポーツ学科とか理系の学科はなくて、まあ経済とか 法学部とかなんですけど、まあ経済とか法学って、まあ駒澤のプロ、ホームページとか見てくれたらわかるんですけど、やっぱ早い人がそういう学部に行ってる傾向が結構ありまして、あんまりだから、なんていうんですかね、持ちタイムが悪い選手とか、やっぱりちょっとスカウトのレベルが低かったりしたら文学部とかそういうところに入れられるんですよね。で、言われたのが文学部心理学科か GMS 学部だったら小林くんを取れますよって言われまして、で、僕からしたらその学部とか正直どうでもよかったんですよ。駒澤大学にどうしても僕は行きたかったので、ぜひ駒澤大学に行きたいので、GMS 学部はちょっと英語があるので、ちょっとあんまり得意じゃなかったので、文学部心理学科に行きますという風な感じで
すぐ返事しましたね。高校の監督にも早くしないと枠が埋まっちゃうから絶対早く返事した方がいいって言われて、その話をもらって1日2日ぐらいで返信しました。はい。今思い返すと何一つ僕実績なかった状態で僕をこう取ってくれたので、本当にありがたかったというか、その説は本当にありがとうございましたっていう感じです。本当に感謝しかないです。駒澤大学の人とか、まあ陸上部の監督コーチ、今思うと本当に感謝してます。で、なんで駒澤に行きたかったかっていうと、駒澤大学にもちろん行きたかったのは、宇垣さんがかっこよかったっていうのが幼少期の記憶にもちろんあるんですけど、あとですね、僕は高3の12月にベスト最後更新して14分32秒だったんですけど、それまで14分40秒だったんですよ、ベストが。で、自分はもっとできる、絶対できるっていう風な思ってて、なんかこのまま絶対終わりたくないっていう風な思いをずっと持ってたので、強いところに行ってもっと強くなりたいっていう風な欲求が僕すごい高くて、駒澤大学に行って自分を鍛えたいっていう風な思いがあって強豪校に行きましたね。だからなんか箱根を走りたいというよりかは、強いところに行ってもっと自分を速くなりたいとか、もっとシンプルな考えだったですね。なんか箱根走りたいとかそんな正直なかったですね。とにかく速くなりたいっていう風な考えで行ってましたね。で、今思い返すと僕の中でちょっと走っててよかったなと思ったのは都道府県駅伝でしたね。高3の。で、これで僕1区で7位になったんですよ。で、大学1年生の時にマジで僕はその一切走れなかったんですよ。2年間で4回ぐらいしかレース出てなくて、そういう選手はマネージャーになったりするんですけど、僕の場合はやっぱりその1レースがあったおかげで、やっぱり期待されてたというかしてもらってた節があったので、なんかそこで走っててよかったなっていうふうに僕はね、思いましたね。はい。やっぱロード強いとか、やっぱり小林はまだやれるとか、そういうふうに思って監督とか思ってくれてたので、すごいあのレースはしっかり走っててよかったなっていうふうに思いました。それがなかったら今頃実業団に行けてたのかなとか、大学 3,4 年のまあ駅伝走ってなかったとか思うし、いろいろやっぱり人生変わってたなって思いますね。だから僕の人生の中で結構天気な試合、じゃあ天気の試合ですよ、あの試合は。はい。あの試合は。で、まあ結果的に僕は大学にいる間っていうのは、チームに貢献したと結構、まあ、駅伝ではね、結構ちゃんと走ったので思ってるんですけど、卒業してからやっぱこういうなんか YouTube とか、なんか情報発信的なことをなんかめちゃくちゃしてるので、いやートータルで見たらやっぱり取らなくて、買った方が良かったかなとか思われてるかもしれないですけど、まあもうそこはやっぱ仕方ないんで、まああんまりこれからは嫌われないように駒澤大学に差し入れとか、まあいろいろなんか貢献できることはしたいと思います。なので、まあこれからもよろしくお願いします。あの OB として除名されないように頑張ります。はい、今日はまあこんな感じですかね。あんまり言いたいこと言えなかった気がしますけど、はい、こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。